全部売れちゃう作家と、はい、全然売れない作家とっては、はい、まあ、はっきり競争社会だから、はい、こんにちは。こんにちは。こんにちは。北海道でカニの卸問屋をやっておりまして、加藤水産という会社の3代目を今経営しております。今注目されているアーティストがいるんですよね、はい、山脇康介さんという、うん、動物の顔をモチーフにした、うん、あの作品を描いている方でして、まあ、目力がすごく強くて、うん、訴えかけるようなこう強い力強さを感じてる、うん、それがすごく気に入りまして、うん、まあ、あの丁寧に一本一本、もう毛の細かいところまで、うん、まあ、かなり描き込んでるなというような印象。その自分の気持ちをどうやってそのモチーフに乗っけていくのかっていうのはどうなのかなっていうのが、自分の目を通して見ているこの人っていうものを動物として、うん、表現した、うん、の妄想のこう夢の世界的なイメージもあって、なんか人間を比喩している感じが伝わってきて素晴らしいなと思ったんですけれど、うわーかっこいいアトリエ。絵って鑑賞物だっていう意識が皆さんあると思うんです。絵が見つめてきて見つめ返すことでこうリフレクションによってある種の鏡のようなものを作っているつもりでいるんですけど、はい、購入したいなと思いました。